はいどうもおぱしです。いよいよ来ました BO3 ベータ、スペシャリストね、キャラクター最初何を選ぶっていうところなんですけど、今までになかった機能ですよね。こちらね、ルーインって読むのかな、わかんないですけど、スペシャリストが最初ね4人選べるんですよ。でこちらだとね、グラビティスパイクって言って、なんか地面をぶったたいて周りの奴らを倒すって、多分ドミネーションとかですごい強そうなスペシャリストストリークがあるキャラクター。でもう一個がサイバネティックレッグのアップグレードにより一時的に移動速度が上がるっていうね、多分ドミネーターの人には強そうなキャラクターですよね。でこちら、アウトサイダー、アウトライダーかな、長く引くほど射程が伸びて命中すると爆発する弓と、で周囲にパルスを発射して、範囲内の敵の位置をつかむ、範囲内の敵の位置をつかむって、これサーチ民用なのかな、このアウトライダーっていうのは。でこれなんだろう、プロップヘッド、チャージして電気アークを放つ、ターゲットに致命的な電気ショックを与え周囲の敵も感電させる、他の状況はそのままに敵の位置まで瞬時に戻る、前の位置までか。これはグリッチだよね、確かにね。どうなんですかね、強いんですかね。こちらは、跳躍するグレネードを放つ、一定時間経過するか敵に命中すると爆発する、リアクティブアーマーで飛んでくる銃弾をそらす、ただしヘッドショットや銃弾以外の攻撃には無効。あーなるほどね、やっぱこれがいっちゃん、この2個のどっちかが一番安定して強い気がしますね。とりあえずどっちでいこうか、サーチ民的にはこっちの方が強そうですけど、じゃあこっちの方がなんか絵的には楽しそうですよね。じゃあちょっとこれでいきますか。アンロックして装備、アンロックトークン1つ使用します。はい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 。 Enough talk. Let's get down range. え、これもうマッチ入れんの、これスコアストリークとかいっぱいあるけど、これについてはね、あの一個一個ちょっと使っていく動画とかもね、公開していきたいなと思います。でスペシャリスト、あ切り替えたりもできるんだ、はい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 。クラス作成、ういいいね、なにこれなにこれなにこれ、お、え、あなるほど、アンロックが結構されて、ロックされてんな結構。これより下のやつは見れないのかな、2個しか選べないみたいな感じなんですかね、ベータだから。なるほど、ベータでもじゃあレベル40まではいくってことかな。やべえ、めっちゃワクワクするんだけど。いや、とりあえずサブマシンガンで、あパークもいっぱいあるね、見ていく。シックスセンス、近くの敵の進行方向を見る、これやばいよね、なんか噂になってたけど。あ、アンロックトークンがないからできないのか。いや、とりあえずもう行っちゃおっか。マッチ検索、コア、チームデスマッチ、ゲーム検索中、お、できんの、午後4時からって噂だったけどさ、え、何もうできちゃう感じ、やばい、ちょっと待って、できると思ってなかったからちょっとマイク外してくる。やばい、外してきた、お、できる、え、待って、装備選ばさせて、おー、できる、BO3、 やべー、感度遅い、やべー、待って、感度どうやってあげんの、感度どれだ、感度どれや、あ、そっか、感度どれ、ボイス音量、BGM、あれ、感度がない、感度、あった、マックスがない、20、あ、マックス14か、じゃあ10ぐらいでいいんじゃないか、俺は、あ、10ぐらいでいいね、いいね、うぅ、スライド食う、やべ、あーべ、待って、撃たないで後ろから、もう、どこ、え、待って、ま、あ、やばい、L2で構えて、R2 で撃つっていう状態になってる、ハッスキル来たー、ありがとうございます、あなたが最初の人ですよ、わー、やーべー、くぅ、超楽しい。あ、ま、あ、お前、伏せてやがったな。この野郎、ちょっと待って、操作方法をデフォルトに変えたいな。ボタン配置デフォルト、ん、デフォルト、武器発射、エイムタクティカル、これだね、オッケー、いいじゃないですか。丸ボタンで、でもなんかジャンプあるっつってもこれぐらいなら全然いいっすね。あ、終わっちゃったよ、タイムリミット、いやこれはワクワクするぞ。じゃあ次、
第一試合いきますか。じゃあ次の動画に行きましょう。皆さんぜひともね、まあ、今回のパート0ということでパート1を楽しみに。